刑務所に収監されていた当時のアルフレッド・パッカー・アルフレッド・パッカー事件とは、1873年から翌年にかけてアメリカが州国コロラド州で発生した強盗殺人及び人食事件である。事件はアルフレッド・パッカーが実行し、当初は死刑が宣告されたが、後に過失致死罪として懲役40年に減刑された。 1873年11月、ユタ州ソルトレイクを出発した19名のパーティーがいた。彼らは世界を熱狂させたゴールドラッシュの波に乗り、一攫千金を狙った一行であった。彼ら19名のガイド役を務めたのが炭鉱者のアルフレッド・パッカーである。さて、山中で金を求める19名だったが、そのうち10名は途中でたどり着いた集落のインディアンから、 金など見つからない。諦めて引き返した方が良いとの忠告を受け、それに従って山を降りた。諦められない残りの9名は一攫千金を求め、なおも山中で金を探し求めていたが、さらに4名がパッカーが信用できないと判断して引き返したが、その4人のうち2名が途中で遭難死した。山に最終的に残った5人のうち4名も、 結局生きて戻ることはなかった。翌年の3月になって、パッカーがただ一人で戻ってきた。4名に置き去りにされたと主張していたが、その割には、血色も良く、多額の金銭を持っていた。彼は、あちこちの酒場で山中での武勇伝を言いふらしていたが、話すたびに内容が異なっている。そのため、彼が4人を殺したのではないか、との噂が立ち始めた。そんな折、 二人のインディアンが保安官を訪ねてきた。山中で白人の肉を拾ったという。その肉には明らかに刃物で解体した形跡があったため、パッカーが四人を殺し、死体を食べた疑いで追求された。それに対してパッカーが語ることには、食料を不足のために、共食いが始まり、弱い者から殺害された。最後に生き残っ食べるという男に襲われたので、反対に彼を殺害し、 その肉を食って生き延びた。これが事実であれば、パッカーの行いは正当防衛であり、生き残るためには仕方のないことだったとみなせる。その後、4人の死体が発見された。そのうち3人の後頭部には、銃撃を受けた痕跡があり、もう1人は頭部を粉砕されていた。さらに、現場近くの小屋の中から4人の犠牲者の所持品が発見された。 パッカーの証言は明らかにデタラメで、彼が4人全員を殺害し、春が来るまで遺体を食料としていたのは間違いない。保安官はパッカーを起訴しようとしたが、その前に彼は逃亡してしまった。それから9年後の1883年、パッカーがワイオミング州でジョン・シュワーツと名乗り、無法者の一団に加わっているとの目撃情報がもたらされる。同年3月12日、 パッカーは逮捕され、コロラド州に連行された。1883年4月3日、パッカーの裁判は、イスラエルスワン殺害容疑から開始された。彼は、法廷で、仲間は、一方的に殺し合いをした。自分はベルしか殺害していない。そして、これは正当防衛だったと無罪を主張した。しかし、最初の陪審員は、彼の主張を認めず、 結局有罪となり死刑が宣告された。しかし1885年10月に最高裁は最新の許可を出した。パッカーはそれぞれの殺人で有罪となり合計で懲役40年の判決が下された。この懲役40年は当時の有期刑としては最長であった。判事はパッカーに判決を言い渡しながら、 法のの知ったというパッカーは重労働17年の刑を務めた後、御社により1901年1月1日に釈放された。彼は1907年4月24日に電波、近くの牧場において65歳で死去したが、死ぬまで無罪であると主張していた。ありがとうございます。